はい、お疲れ様です。舞姫大学の特別講義でございます。今回は和食がなぜ体にいいのか、そしてその和食がなぜ日本人の手を離れてしまったのか、まあ、このあたりについてね、ちょっとお話したいと思います。まずね、和食ってのはどんな特徴があるかなってことなんですけども、これはね、私が思うところ、まあ、ご飯があってね、ご飯っていうのもお米、それからお米の前は玄米で、実はお米ってね、江戸時代に常食とされてたんですよ。で、お米ってのはもともとそんなに使われてなかった。お酒を作るときにお米をなんとかしたぐらいで、お米を食べるっていう習慣は実はなかったんですよね。江戸時代にお寿司を食べるためにシャリを用いる、その時にお米が普及していったっていうのが成り立ちであって、その前は玄米を食べていたらしいです。玄米をたくさん食べて日本人は栄養をとってね、お腹いっぱいになっていたっていうのがあります。それがまあご飯ってやつなんですよね。で、ご飯、そしてお味噌汁があります。お味噌汁は言うまでもなく、まあ、大豆から取れる味噌を使っていたわけなんですよね。これが私たち日本人の体にものすごく良かったらしいです。しかもお味噌汁の中には具は入れ放題です。まあ主には野菜、そして海藻類なわけですけども、時にはね、肉っ気のあるものとか骨っ気のあるようなお魚とかを入れたりとかします。はい、最近でもね、イワシをすり身にして、溶かす人もいらっしゃるみたいですよね。それからおかずです。おかずはお漬物とかね、それからまあ焼き魚、ちょっとね、目指し1本とかサンマ1匹みたいな感じでつくことがあると思いますけども、こんなシンプルな形なんですよ。まあ、この中での特徴といえば、油をどこにも使わないんですよね。焼き魚にも使いませんし、お味噌汁にはもちろん油使いませんし、ご飯もどうやっても油がいらないような形になってます。油を使わないんですよ。ですので私たちは長い間、日本食といって和食といって油を使わない食事をずっと取ってきたんで、基本的に油はいらないんですよね。で、油はね、結局その常夜灯みたいな明かりに使うことが、まあ、許されていたぐらいで、しかもそれは一般家庭ではなくて、お寺とかそういった常夜灯ですか、ああいったところに使うことが許された程度で、本当に食用ではなかったんですよね。まあ、そういった文化をずっと続けてきたっていうのが和食の特徴なのかなと思います。それから和食の中には小麦粉がほとんど使われてません。小麦粉を使う料理がなかったんですよ。そして油で揚げるものもありませんでした。揚げ物、小麦、そして油、これと一切無縁の暮らしで、私たちはずっと長い間美味しいご飯を食べてきたわけなんですよ。しかもこれね、江戸時代以前っていうのは男性で4合、女性で3合というふうにね、結構ね、大飯ぐらいだったらしいですね。で、体力もむちゃくちゃあったんですよ。それから根性もありました。精神力のことです。おそらく食べ物によって精神力が養われたんではないかなと思いますね。それから、まあ、虫歯になったりね、成人病になったりっていうのはほとんどなかったですね。虫歯はなんで起きるのかっていうことなんですけども、これはね、私が今のところ知り得たことで言うと、よく咀嚼する、噛む習慣があったかららしいです。ご飯やそれからお魚、小骨のあるもの、野菜、これをね、よくよく噛むことによって、噛んだ酵素が口の中から出るんですよ。そして食べ物の消化っていうのは、まずはね、胃ではなくて口の中から消化が行われてるんですよね。それはよく噛むことによって行われます。で、よく噛むことによるその唾液との食品との組み合わせで、これね、歯にコーティングをするような、要するに歯磨きの要素が出るわけなんですよ。だから特に歯ブラシがなくても、歯磨き粉を使わなくても、食後のお茶をちょっとね、飲むぐらいで、口の中がいつもクリーンに保たれてるわけですよね。もちろんお茶のカテキンっていうのも効果があったでしょう。だから日本人は特に歯を悪くすることもなく、しかも体力がね、ものすごくあって、精神力、根性も結構あったらしいんですよ。まあ、ですんでね、踏ん張りが効くような、そんな日本民族がずっと出来上がってきたのかなと思います。じゃあ、いつ頃から私たちは和食を失い始めたのかってことです。最近のデータなんですけども、これ昨年だったかな、ついに日本人のお米の消費量っていうのがね、パンの消費量よりも下がったらしいんですよ。つまり日本人は130万トンものお米を食べる文化だったのに、今そこまで食べられてないんですよね。むしろパン食とか小麦の方がたくさん取られているんですよ。そしてその分、お米は減反政策でどん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 農場が小さくなっていって、小米や小米ってのもそんなにね、在庫がなくなってきました。お米が足りなくなってきたってことなんですよ。余るぐらいあったわけなんですよ。私が小学生の頃は
こまい、ここまい、ここ、こまい、ここ、ここ、こまいみたいなね、冗談みたいな感じで、もう10年分ぐらい収穫されたお米が残って残って残ってしょうがないぐらいお米の国だったわけです。でも今はお米が足りません。輸入してるぐらいです。そしてお米を日本人は食べなくなりました。和食から手を離れたわけなんですよ。じゃあ日本人が急に食が細くなったかっていうと、そうではないです。実はね、カロリーベースで言うと取りすぎなぐらい取りすぎなんですよ。私がお話した昭和20年代っていうのを境にして、その前と後ではカロリーベースで300倍ぐらい私たち日本人はカロリーを取ってるんですよね。じゃあそのカロリーを取って健康になったのかって言ったら、健康にはなっていません。むしろおかしな成人病ですとか、それから重い生理痛とかね、不眠ですとかね、精神疾患とか、こういうのを顕著に発動するようになりました。でも平均寿命は伸びてます。なんで平均寿命が伸びたかっていうのは、実はね、大きく2つの原因があったんですよ。きっかけがあったんですよ。一つは結核による死者が激減しました。これは抗生物質が安価で私たちの手元に届くようになったから、結核がなくなっちゃったんですよね。あの不治の病と言われていた結核も、抗生物質の台頭によって、普及によってね、私たちは結核に怯えることがなくなりました。だから平均寿命が伸びた、これが一つです。すごい大きなインパクトでした。まず結核ってのがかかったら治らない、そして結核にかかる可能性が結構高かったのが昭和20年代以前だったんですよね。でもう一つ、昭和20年以降になってくると冷蔵庫が圧倒的に普及しました。これによってどんな死亡リスクが減ったかというと、食中毒のリスクが減ったんですよ。ほとんど今食中毒でお亡くなりになる方っていないですよね。食中毒で死んでしまったらニュースになるぐらい珍しくなりました。でも昭和20年代以前っていうのは、実は食中毒で死んでしまうケースが数多あって、それこそね、人に知らせるまでもなく食中毒でみんな死んでいったんですよ。だから大家族、例えば10人ぐらい子供を産んでね、一郎二郎三郎四郎五郎十郎、こういうふうに名前を付けた冗談もありましたけども、でも子供をたくさん産んでもそのうちのね、3人ぐらいは死んだとかね、成人までに5人死んだみたいな感じでぶどまりがあったわけなんですよ。今生まれた子供のほとんどがそのまま成人して40代50代を迎えてね、そのまま老後に向かっていくってことができますけども、実は昭和20年代以前っていうのは食中毒で結構死んでいったんですよね。まあですので、冷蔵庫が普及して食中毒がぐっと減ると平均寿命がバッと伸びたってことになります。その他細かい要因で寿命が伸びるってことはありましたけども、基本的にはこの結核と食中毒のリスクを取り去った後は、実はね、今の時代でしかかからない病気で死ぬ人が増えてきたんですよ。そのナンバーワンが癌ですよね。癌も不思議なんですけどもね、肺がん患者って増えてるんですよ。でもタバコを吸う人は激減してるんですよ。タバコを吸う人は昭和20年代で 80% ぐらいの男性、まあ、女性はちょっとね、私データ頭に入ってないんですけども、今男性の2割ぐらいしか喫煙者がいないんですよ。でこれだけ減るとタバコによる肺がんのリスクって減ったように感じますけども、実はね、肺がんになる人はここ30年で7倍になってるんですよ。タバコを吸う人は減ったのに肺がん患者は激増した。つまりタバコと肺がんの中には強い因果関係はないってことなのかなと思います。でもなんとなくタバコを吸うと肺が汚れてね、肺がんになりそうな気はしますよね。でも結果が物語っていますけども、喫煙者は減ってタバコを一本も吸ってない方が肺がんになっているっていう現実があります。これは実は油による、植物性油による弊害らしいですね。それに加えて組み合わせの悪い小麦粉を取るようになった。ピザとかハンバーガー、パン、うどん、そば、パスタ、これ全て小麦粉です。お菓子も小麦粉です。この小麦粉が私たち日本人の体には合わないんですよね。でもう一つ言うならば牛乳です。牛乳も昭和20年代に GHQ が日本に普及させる以前はほとんど飲まれてなかったんですよ。日本はよく水が取れてましたんで、日本人は水、お湯、お茶、これ以外にはほとんど口にすることがありませんでした。お酒ですらほとんど飲まれてなかったんですよ。お酒っていうのはもともとどんな時に使われたかというと、神様に何かね、お供え物をするときに神様に捧げるために作ったんですね。でさらに三々九度ではありませんけども、神様の前で何か儀式をするとき、
それこそヤクザが家族のね、ちぎりをするときとか、それから結婚するとき、好奇心のような秋のお祭りのとき、こういうときしかお酒を飲まなかったんですよ。今でこそ晩酌みたいな習慣ありますけども、こんなものは最近のことで、特に財務省が酒税を扱ってますから、その酒税の獲得型を上げたくって、酒は百薬の長とかね、養老の滝とかね、晩酌みたいなことをやりだしたんですよ。で、若者のアルコール離れなんてことを懸念しているような記事を出すのも財務省なんですよ。よく見るとこういう共通点に気づくんですよね。まあ、つまり中毒性の高い酒ってものによって人々からお金と勤労意欲を吸い上げてるんですよ。お酒を飲むとどういう効果が出るかっていうと、まあ、とりあえず何かがやる気になるってことはないですよね。筋肉が緩んで血管が広がって、どちらかというと眠くなってしまったり、そして立ちが悪いのはなぜかね、食欲が出ちゃうんですよ。ビールを飲みながら小麦粉の粉物を食べる、美味しいですよね。そして締めにはラーメン、美味しいですよね。でもこれが肺がん、その他高い確率でがんのリスクを上げてるということが考えられるんじゃないかなと思います。そもそも日本人はがんなんてものに無縁でした。戦後昭和20年代から牛乳を飲む、小麦粉を取る、パンを食べる、そして植物性油で揚げ物をする、しまいには揚げパンとかね、コロッケとかやっちゃうわけですよ。唐揚げだってそうですよ。こんなもの日本人の食生活にはなかったんですよ。つい最近の文化なんですよね。しまいにはお好み焼き、たこ焼き、これも実は小麦粉が入ってきて昭和20年代から始まったばかりなんです。よく大阪が粉物の街だ、粉物文化だって言いますけども、それは戦後に GHQ から押し付けられたものがたまたま受けただけなんですよ。だから100年前は別に大阪は粉物の文化なんてなかったですし、お好み焼きやたこ焼きなんて日本人のほとんどが知らない食品だったんですよね。そもそも日本国内で小麦はほとんど作られていません。ゼロに近いです。あったことはあった、その程度なんですよ。そう考えていくと、食文化ってなんか歴史だなと思いますし、人々の生み出した知恵だなと思います。まあここまでお話して少しまとめさせていただくと、日本人の食生活2000年以上変わってこなかったんですよ。それがこの 7,80 年で一気に変わりました。そのことによって私たちは寿命は伸ばしてやるんじゃなくって縮めてるんですよね。寿命が伸びたのは食生活のおかげではなくって、抗生物質のまあ普及によって結核を克服したってことと、冷蔵庫の普及によって食中毒がなくなった、これによって圧倒的に乳幼児の死亡率が減った、ただそれだけなんですよ。今の食生活はどちらかというと人間の寿命、ひいては健康寿命を貶めるものばかりだったんじゃないかなというふうにちょっと思うところがあったんでね、動画にさせていただきました。はい、皆さんどのように思われたでしょうか。また何かね、お考えがあったら聞かせてください。ちなみに私はコーラ大好きです。ハンバーガーやピザもね、好きなんですよ。たくさんは食べれませんけどもね。だから、月に1回か2ヶ月に1回ぐらいの頻度で、私が買うわけではありませんけども、勧められて食べることありますね。うん、ただそれだけです。ほとんどが自炊してます。それこそ、ご飯があって、お味噌汁があって、もずくがあって、納豆があって、焼き魚があって、まあ、そんな感じですね。でもね、この食生活で私は非常にね、体が軽くなってパワーも出てきて、そして精神も豊かになったんではないかなというふうに感じますね。実際どうなんでしょうかね。精神疾患でお悩みの方、もしかしたら食生活が長い期にわたって毀損されていたのかもしれないですね。はい、長い動画になりました。以上です。失礼します。